おはようございます。本セッションは Web API を使った他社システムとの連携と題しまして、私株式会社スプラッシュ影山が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。本セッションへのご参加ありがとうございます。また YouTube やアネックスでオンラインでご参加いただいている方もありがとうございます。本セッションへの感想などお寄せいただければ嬉しいです。会場の方では X のアカウントでのポストにコメントしていただくと、プレゼントがもらえるキャンペーンもやっているとのことですので、もしよろしければそちらへの参加も兼ねてぜひコメントお願いします。改めまして自己紹介させてください。スプラッシュの影山と申します。本日はですね、あちらの方で企業のブースの方も出展しております。いくつかのパートナー企業を経まして、現在こちら株式会社スプラッシュで企業向けのカスタムアップの受託開発などを行っております。これまで販売、医療、教育などさまざまな分野の受託開発を担当させていただいてきました。また個人としましてもクラリスファイルメーカーの認定資格の方を取得させていただいております。本日のアジェンダです。他社システムとのデータ連携、 Web API を使ったデータ連携、相手先システムの Web API 使用確認、リクエストを送信する、結果を受け取る、このような流れでお話ししていきたいと思います。他社システムとのデータ連携、クラリスファイルメーカーにおける他社システムとのデータ連携ですが、それ自体は目新しいものではなく、以前より多くの場面で利用されているかと思います。例えばファイルメーカーのカスタムアップの中の1テーブルとして郵便番号マスターを持たせておいたような仕組みを作成されたことはありませんか？郵便番号を入れたら住所がポッと出てくるような仕組み、こちらもデータ連携の一つじゃないかなと私の方は思います。ただ郵便番号って市区町村の合併とかで変わったりすることあると思います。なので定期的に更新が必要です。例えば1ヶ月に1回郵便番号のデータを郵便局のホームページからダウンロードしてきてシステムにインポートするようなこと、これを会社の方でもしかしたら担当者の人がやっていたかもしれません。また自社の基幹システムなんかとの連携などもあるかと思います。 ODBC やESS でデータ接続する、データ連携することが可能です。定期的にマスター情報を受け取って更新したりですね、必要時にファイルメーカーから基幹システムに問い合わせをすることができます。またこういった連携の場合、双方のシステムでの設定や取り決めが必要になってきていたかと思います。例えばどこのポートを開けなきゃいけないですとか、そういったやり取りが必要になってくるかなと思います。このようにデータ連携と一口で言っても、相手先のデータソースなどに応じていろいろないくつかの種類があるかなと思いますので、それを確認してみたいと思います。まずはですね、先ほどの郵便番号マスターのような場合に使っている CSV でのファイルのやり取りっていうのがあるかなと思います。相手先のシステムには直接は連携しないで、中間のファイルを介してやり取りするようなものです。次に ODBC とか JDBC、それから ESS と呼ばれるような、手法を使って行う方法もあります。こちらはリレーショナルデータベースとの連携の際によく使われている技法かなと思います。他にも
特定のデータソースやサービス用のプラグインが出てたりするような場合でしたら、そちらを利用するような形もあるかなと思います。あとはですね、 XML、 データ API、 オーデータといったような手法もありますが、こちらは主にファイルメーカーがデータソースとなって他のシステム側の方からアクセスしてもらう場合に使う手法になります。最後にこちらが今回のセッションでお話しする Web API を使ったデータ連携です。さまざまなウェブ上のクラウドサービスと連携する際に利用することができます。さあ、 Web API を使ったデータ連携、実際にどのようなサービスと連携することができるのでしょうか。見てみましょう。Web API を使ったデータ連携は、ウェブ上のクラウドサービスとの連携に非常に大きな力を発揮します。昨今、専門の機能を持ったウェブサービスがたくさんあります。それらの機能をお手元のファイルメーカーを中心としたシステムに取り入れることができるようになります。例えば、最近多くの企業で導入されてきているコミュニケーションツール、スラック、チームズ、チャットワークス、こういったものとの連携も可能です。それからファイルシステム、ドロップボックス、ボックスなど導入されている方も多いのではないでしょうか。他にも、勤怠管理システム、人事管理、会計システムといったウェブサービスでも、ウェブ API 使えるものがあるようです。また、今まで紹介した上の3つっていうのは一般的なサービスとして使っているものかなと思うんですけども、自社のシステムが例えばオンプレからクラウドに移行するようなタイミングで、その実は移行先のシステムがウェブのサービスに対応しているといったような場合もあるかと思います。セールスフォルスですとか、医療分野の方でも維持会計システムがクラウド化が進んでいるといったようなお話を聞いたことがあります。こういった Web API を使った連携でサービスとの連携が比較的に簡単にできるようになってきました。さて、では Web API は使えるんだよというところをお話ししてきましたが、そもそもじゃあ Web API って何なのっていうところを確認していきたいと思います。 Web API とは Web API、 すなわち Web HTTP、 HTTPS のプロトコルで他のシステムとのやり取りをする取り決めルールです。REST API という呼び方をされることもあります。この API は REST に対応してますなんていう書き方、言い方をされていることもあるんですけども、こちらも Web API が対応ということとほぼほぼ同じ意味と思っていただいて大丈夫です。これらは広く一般的に使われており、やり方が分かれば他のシステムでも応用か連携可能です。具体的にはクラリスファイルメーカーの URL から挿入のスクリプトステップを使って連携していきます。ここにですね、CURL オプションっていうのがファイルメーカーのバージョンの16より使えるようになりました。この CURL っていうのがカールって読むんですね。こちらを使います。このセッションでも以降カールと呼びます。カールじゃなくてカールです。
実は弊社板橋区南町の某社でもこんなことがありました。これまではクラリスファイルメーカーで作成した見積もり請求システムを使っていました。新たにこちらの会社では案件管理システムのクラウドサービスを利用することになりました。インボイス制度や電子帳簿保護法への対応がきっかけです。こちらの方に特化したウェブサービスがありましたので、こちらの方を使っていこうということに会社の全体の方針としてなりました。新しく導入するシステムとこれまでのクラリスファイルメーカーのデータをどうにか連携できないだろうかということをそこで考えました。そしてそのように考えて調べたところ、新たに利用するクラウドサービスの方に Web API が利用できる体制が整っていることが分かりました。そこで既存のファイルメーカーにあるデータを使って案件管理システムに見積書のデータを作成するという流れを作ることにしました。連携のイメージです。既存システムにあるデータを使って案件管理に見積書データを作成します。こちら、片方の方がファイルメーカープロ、もう片方がクラウドサービスの方をイメージしています。ファイルメーカーからこのデータを使って見積書を作成してください、ウェブサービスの方に依頼をします。依頼を受け取ったウェブサービスの方でその処理を実施し、作った結果をファイルメーカーの方に返してくれます。できました、結果の見積書の ID を開始しますよ。これがリクエストと結果の流れになります。ではどのような形でデータを渡したらいいかというところを確認するしていきましょう。相手先システムの そのためには相手先システムの API の仕様を理解する必要があります。一般的なクラウドサービスには Web API が用意されていることが多いのですが、利用プランによっては Web API が使えなかったり別途費用がかかることもあるようです。これから使おうとするサービスで API が用意されているかどうかに合わせて使おうとしているプランとか契約形態で API が使えるかどうかというのをしっかり確認する必要があります。また、業務システム間での連携向けには、一般には公開してないんだけど、実は API あるんだよっていう場合も稀にあるようです。相手先のシステムのご担当の方に確認してみるのが確実かなと思います。また利用者が多いサービスはコミュニティからの情報をとても得やすいです。これは日本国内に限らずワールドワイドで利用しているところが多いとそれだけ情報が得やすいので開発の助けになるかなと思います。
さて、これから使おうとしているウェブサービスに API が確かに利用できること、それから自分のプランで API が利用できるということが確認できました。次にその仕様を確認していきます。多くの場合、API 側で API リファレンスと呼ばれるものが用意されています。どのような形式でデータを送ればいいのか、どんな形式で結果が返ってくるのか、ここにすべて書かれています。ここも Web API ごとに異なるので、この方法が絶対ですよっていうのはないんですね。なのでその Web API ごとに調べて確認する必要があります。例えばこちらはですね、クラディスコネクトの方にも採用されているポストコード JP API さんの API リファレンスページです。こんな感じで書かれています。ポストコード JP API は最初にお話ししたような郵便番号を入れたら住所が返ってくるといったようなサービスを API として提供している会社さんです。あともう一個、こちらはチャットワークさんの API のリファレンスのページです。あえてその日本語のサービス、日本が主体でサービスをやっている会社さんのものを2つスクリーンショットで紹介してみましたが、普段利用している場合には日本語の UI 画面で表示できるものでも API リファレンスは英語しかなかったりする場合もあります。ただこの API リファレンスページとここに書かれている内容について仲良くなるのが API を攻略する鍵となってきます。では API リファレンスを攻略し、どのような形でリクエストを送信すればいいか分かったとなったら、では実際にリクエストを送信してみたいと思います。連携のイメージ、先ほどの再建ですね、このような形でデータ連携をやっていきたいと思うのですが、その前に立ちはだかるのが利用するための認証です。誰でも自由に API を利用できては困ります。ファイルメーカーを使うときも、開くときにユーザー名とパスワードを入力すると思うんですけども、それと同じです。認証についても相手先システムの API の使用に従う必要があります。Web API ではこれらどれかの認証パターンが採用されていることが多いかなと、私がこれまでいくつかの Web API と連携している中で思います。でこれら普段ファイルメーカーの開発をしている中ではあまり出てこないので、これファイルメーカーから本当にデータ送れるのと思うかもしれないんですけども、ファイルメーカー側でちゃんとこれら の送信に必要なデータを作るための関数が用意されています。例えばこのベース1つ目ベーシック認証では、ユーザー名とパスワードをベース64形式でエンコードして送ると書いてありますけども、この文字列を得るためにファイルメーカーの方ではベース64エンコード関数という、その本当名前の通りの関数が用意されてますので、そちらの方を使っていただければ大丈夫です。それから2つ目のダイジェスト認証ではランダムの文字列、それからハッシュなんていうキーワードも出てきていると思いますけども、こちらの方もファイルメーカーで十分対応できます。また誰でも利用できる API は認証がないものももちろんあります。リクエストを送信していきます。認証ができた後ですね、実際のリクエストを送信するという流れになります。 URL から送信、
スクリプトステップのカールオプションを使います。データの送り方は JSON 形式です。見積書作成リクエストには見積を作るために必要な情報を記載してあげる必要があります。 JSON 形式でこのようなデータを送ることにしました。それぞれ見積タイトル、クライアント名、見積日付、合計金額、このようなデータを送ります。こちらの組み立てには実際の関数、計算式としてはこのように JSON セットエレメントという関数を使いました。式の中では直接値を書いていますけれども、実際にはフィールドの値だったり変数だったりするかなと思います。リクエストの送信はこちらTips というか開発している上でのコツなんですけども、1リクエスト1レコードでログレコードを作成したりダンプといった情報を保存しておくと後から見直すときにとても便利です。それからすでにご存知の方も多いかと思うんですけども、ポストマンというですねツールがありまして、 Web API のリクエスト送信の動作検証に非常に役立ちます。こちらはファイルメーカーに限ったものではなくて Web API 連携 全体で使っていけるものです。で、データが送信できたとして今度結果を受け取ります。結果が戻り値として指定のフィールドもしくは変数のところに返ってきます。多くの場合 JSON 形式でこちらも返ってきますので、この中から必要な値を取り出していきます。例えばこのような形です。下の4行はデータを送るリクエストの中にも含まれていたものと同じなんですけども、一番上に ID12345 っていうのが付与されているのが分かります。これがウェブサービスの方で作成した見積もりの ID の情報になります。この結果が変数たら結果の JSON に入っていた場合、これを取り出すのはMatsumori ID をこのような計算式で取り出して、あとは自分が保存しておきたいファイルメーカーのフィールドなどにセットしておけば連携の完了となります。でこのようなシンプルなJSON の結果であれば簡単なんですけども、戻り値の中に配列があったりそれが複数あったりするとなかなか複雑な構成になるので、ここの JSON データの中から必要なデータを取り出すっていう部分も結構一苦労あるかもしれません。でそこでお勧めしたいのがこちらの外部ツールです。実はこれちょっと Mac 版のみのツールなんですけども、で有償ではあります。ただ10ドルもしない1000円もしないぐらいのお安いものです。でこちらの関数の中、こちらのファイルの中で右クリックしていただくとコピーアズ JSON パスカッコドットっていう機能があるので、これを使うとJSON データの中から、データを取得するときにどんな計算式でパスを書いたらいいかっていうのが得られるので、とても私の方は重宝して使っています。でWindows 向けにもきっと便利なツールってあると思うんですね。もしご存知な方いましたらぜひ情報交換させてください。まとめです。 Web API を使うと他のシステムとの連携ができる。相手先システムの API 仕様をよく確認しよう。まずはユーザー認証を行っていく。リクエストを送信し受信データから必要な値を取り出します。外部ツールやコミュニティの力を借りましょう。以上となります。ご清聴ありがとうございました。
この後はブースの方におりますので、もし何かご質問などありましたら、お気兼ねなくいらしていただければと思います。ありがとうございました。